皆さんこんにちは、ドラッカーコンサルタントの村瀬康介です。今日はですね、ドラッカー経営、ドラッカーさんの言葉、組織は変革のための機関であるのに、組織の中にできたコミュニティは変化をひどく嫌うといった言葉についてお話をさせていただきます。もともとですね、企業組織というのは外部環境の変化をどんどん機械として、ドラッカー変化を機械とせよというんですけれども、対応していくための、機関なんですね。どんどん変化を受け入れていくために組織というのは存在しているんです。市場はどん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 変化していってますよね。例えばドラッカー経営をやっているユニクロの柳井さん、市場は暴力的なほどに変化している。暴力的って面白い表現ですよね。そういうふうに言うんです。ですので組織もどん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 変わっていかなければいけません。時代の変化に合わせですね。例えば馬車のムチを作ってるメーカーがあった時に、蒸気機関車が走っていったらムチをずっと作ったら潰れてしまいますよね。どん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 外部環境に合わせて変えていかなければいけません、事業ですね。ですけれども、組織の中にできたコミュニティ、例えば職場の関係であるとか、職場の組織というのは、これコミュニティはですね、コミュニティ的なもの、コミュニティというのは家族のことです。我々の家族もそうですけど、職場のコミュニティというのは変化を嫌うんです。皆さん職場でどうです？社長としてですね、明日からこれやろう、これやってみますときに、社員さん皆さんどんな顔されます？社長、今までのやり方とこれ違うのやるんですか？また新しいことやるんですか？人間というのは新しい変化とかそういったものを嫌がりますよね。コミュニティというのは家族ですから、我々の家族も考えてみてください。奥さんが変わってしまったとか、お父さんが変わってしまったら大変ですよね。しょっちゅうそういうことが起きてたら。コミュニティというのはもともと性質上変化を嫌うものなんです。経営者としてこれを理解しておく必要があります。これをぜひ心に留めておいてください。経営者としてですね、組織というのは変化のためなんです。しかし中のコミュニティ、社内というのは非常に変化を嫌うんです。じゃあ経営者の役割は何か。組織は安定内部志向に向かっていきます。経営者の役割は何か、いきますね。経営者は、これ日本のドラッカーという市倉さん先生が非常に面白いことを言います。お客様、変転するお客様と市場の意見をわがままを聞いて、組織の中に混乱を巻き起こせって言うんです。なぜかというと、市場は混乱して市場は変化してるんです。組織の中が安定志向、安定してて何も混乱していないとしたら、これおかしいですよね。市場は暴力的で混乱してるんですから、組織が安定してそのままの状況、半年前と同じような状況、1年前と同じような状況、3年前と同じような状況、これは組織が変化に乗り遅れてる可能性があります。社長の役割は何でしょう。申し上げますね。変転する市場とお客様、そのいいわがままを聞いて組織に混乱を持ってくること。混乱が常に起きている組織というのはいい組織なんです。よろしいでしょうか。何の摩擦も生じてないとしたら、イノベーションが起きていない可能性がある。社長としてぜひこれを心に留めてください。社長の役目は市場に出て、市場の混乱を社内に持ち込み、社内を内部志向から外部志向、変化を機会とせよ。だから変化に対応できる組織に変えていくことが社長の一番の役目なんです。安定した組織なんていうものはありえません。よろしいでしょうか。なぜならば外部の市場は混乱して、市場は非常に変化が激しいからです。組織というのは変革のための機関なんです。社長もチェンジリーダーとなって組織の中に混乱を巻き起こし、変化と変化に対応できる、変化を機会とできる組織に作り変えていってください。ご理解いただけましたでしょうか。本日はご清聴どうもありがとうございました。